がかかってくると思います今年だけの補正だけの今年だけの執行というわけにいかないと思いますので、それらを含めた形で、えー、できるだけ見合った支援ができるように、特別の措置を講じてまいりたいと思ってます、この二つを通じてです、ねえーと、その幼稚園が立ち行くように、まあ、精いっぱいやっていきたいというのは、私どものお策でございます政松,信介君松先生から今、ご指摘あって、除染について、もしお答えできたら。 とそれで除染でございます。小松橋学部長、失礼いたしました。えっと除染でございますけれども、あの例えば延廷ですね、等につきまして、えー、っとこれはあの公立と私立の間ではその補助の制度にはあ差があるわけでございますけれども、第二次補正でえっと放射線低減事業のですね一定の 補助,あの補助ができるような制度を作らせていただきましたので、これと、ですねそれからあの従来からある私学助成における配慮と、その2つを合わせまして、えっと、事実上はあの校,校庭園庭などの私立学校の助成等につきましては、ですね公立、えっと、とそんなに違わないような水準で、えっと、支援ができるようにしたいというふうに考えております。 末松信介君これは与野党で協議をしなきゃいけないんですけれども、講師の格差っていうのは、教育は機会均等の場であります、もちろん私学は見学の精神がありますから、まあ、私学が本来やるべきだという意見がありますけれども、私たちは講師格差がゼロということを前提に考えてほしいという、そういう個人的な要望を持っています、で今、経営的にしんどくなってきてますんでね、こういった激変については、きちっとした交付金対応をやるべきであるということは、これはね、地方議員もみんな同じこと考えてますよ。これは強く 新たに要望を部長に小松部長に要望いたしておりますそれでですね、えー、大熊町に行きました時まあ牛がごとを徘徊していたりとか洗濯物干してるんですね人住んでるじゃないかと思ったらですねこれ避難した時のまま慌てたってたんでしょうね洗濯物干したままなんですよもうそういうような状況でそれとオフサイトセンター行きました3月13日7時ということをホワイトボードに このマジックで書いて、まあ、その日のやるべきことを書いてたんです相当やっぱり慌てて皆さん避難されたってことはよく伝わってまいりましたで私はあの,その大熊町いずれ皆さんが戻ってきて住まなきゃならないんですけれどもまあ住宅地周辺とか道路際とかそういったところっていうのは女性を当然やっていくと思うんですねで各役所に行きましたらあの放射線の話っていうことで幼児小学生用 保護者用と3枚作っておられるんですでこの中にはきちっとその放射性物質があるのはこんなところですと草むら芝生の上側溝木の根元水たまり雨どいっていうような形で書いてるんですよねで保護者のパンフレットになるほどより詳しく書いておるってことなんですけれども私気になりましたのはこの山のですね除染っていうのは一体どういうようにやっていくのかと。 これ、子どもたちはやはり里山の中に入っていって遊びますしね、人々もキノコ狩りをしたりする、でまた今後、植栽をして、ですね、これ、やはり木を育てていくということも大事ですし、ある意味、植えて実際、木を伐採して製材していくにはやっぱり50年ぐらいかかりますんで、どういうようにこれ、木の山の汚染、木の根っこにある除染ってやっていくのか、できますか、これ簡単に、その方法を教えてください。 環境大臣官官房関審議官、えー、あの森林区域の除染につきましては、まあ、森林の面積は大変大きいということと、腐、ま、葉、あ、土を仮に剥ままぐような除染方法でございますと、まあ、膨大な、えー、土壌が発生することになりますし、また災害防止の観点からも、まあ、森林の多面的な機能が損なわれる可能性があるということから、まあ、慎重に対応することが必要であるということがございます。 従いまして除染にあたりましては、まずは住居等の近隣に位置する森林について、落ち葉や枝葉等の除去による除染を実施することとしておりまして、森林全体をどういうふうに扱っていくかというのは、先ほどのような問題もございますので、今後の検討課題であると現在考えておりまして、環境省といたしましては林野庁等とも、よくに相談して対応してまいりたいとこう考えております。 末松信介君私もまあ素人なんですけれども、そしたら奥間町へ人々が戻ってきて、山だけ入ってはいかんという、そういうようなことがあり得ますか。枝野経済産業大臣。ああのまあ、あいろんな避難の指示の解除にあたっては、ですね、あの今ご指摘いただいた通りその森林についてはどうしてもあの遅れるのはあの、残念ながらやむをえない。 状況だろうというふうに思っています。もちろん環境省においてですね、林野庁とご協議いただいて、できるだけ早く効果的にやる方法をですね、さらに模索、努力をしていただく必要があると思っていますが、それにしても遅れることは間違いないと。そうしたことの中でですね、じゃあそこによる影響が、 あじゃあ,あの、住宅地のところでどの程度あるのかないのか、それから本当に例えば、特に小さなお子さんなどがですね入ってしまってというようなリスクがあるのかないのか、まあ、こうしたことについては、地元の自治体の皆さんともよくご相談をしながらあの解除、避難の解除ということをやっていかなければならないとあのいうふうに思っておりまして、あのご指摘いただいたのは、大変あの重たいかつ非常に困難なあの課題であるという認識をいたしております。末松信介君 長く時間を取るわけにりません最後にこの件で一つあの原発地域から、ね、2 0キロ圏内は警戒区域として、まあ、立ち入り禁止でございますで8月に原子力災害対策本部が出した除染実施に関する基本的な考え方によりますと住民の機関が実現するまで国が主体的に実施をすると、まあ、今お話をいただきましてそして年間20マイクロシーベルですね えー、以下の移行を目指すとありますで具体的目標としてですね2年後までに年間被爆線量を50%減少した状態を実現することを目指すということになっていますこれ裏を返しますと今現在40マイクロシーベルト以上ある地域は2年間帰れないということになると思うんですけれども解釈は間違っていませんか関審議官 8月に政府でお示ししました緊急実施方針におきましては現在の被曝量が1ミリから20ミリシーベルトの地点におきまして、まあ、避難されする必要がないところにおきましては先生ご指摘のように2年間で一般講習に対して50%ということにしておりまして20ミリシーベルトを超える現在避難されている地域につきましては、まあ、段階的にレベルを下げるとこういうふうなことになってございます。 末松信介君ちょっと私、タイ間違えましたね、これ、二十ミ,ミリシーベルトですね、すみません、千,分千倍ですね、これは、話として。じゃあ、あのー、今の、じゃ私がしたこの質問ということについては、その間違いか間違いないか、ちょっともうちょっと確認で、関審議官、えーあの。緊急実施方針につきましては、例えば先生ご指摘の、現在四十ミリシーベルト年間、線量がございますとこれについては、えー 具体的には何もその方針については述べていないと、できるだけ段階的に線量を下げていくということを、えー、述べたものでございます。政松信介君どうも、この指針については、ちょっと私、理解を誤っているというか、住民、われわれ、正しい理解をしていないということなんですね、これはそ,したらそういう伝え方、どうですかね。 審議官併せまして指針に合わせて、まあ、あの政府全体で現在、その高線量地域例えば40ミリシーベルトというのは高線量地域でございますのでどういうふうな除染方法がいいか等につきまして今年度中にそのモデル事業を今、準備して実施するようになっておりましてその結果を待ってどういう手法でやればいいのかあるいは作業員の方の被ばくをどう防止するか。 とうとうが明らかになりませんとなかなか本格的な除染というのが始まりませんので8月の段階でははっきりした見通しが示せていないとこういうものでございます。長<上>末真介君、えー、そうしましたらまあ私が現在その40ミリシーベルト以上ある地域は2年間戻れないという解釈は誤りであるというように理解をしておきます。いいですか。はい。じゃあわかりました。とにかくあの頑張ってご対応いただきたいというように願っております。えー 次は、ね、TPP のことでございますで大臣から朝いくつかの質問にお答えになられましたのでもう重複は省いていかなきゃいけないと思うんですあの先週金曜日に JA のこの中央会、まあ、兵庫県の中央会から TPP 即時撤回その交渉をすることについて、えー、その意思表示を撤回するようにということの請願書をいただいておりまして金曜日が締め切りだったんです随分悩みました私は。 しかし、えー、結局は請願に参与して、提出をいたしたわけなんです。で、TPP そのものに対して反対というよりもね、私は何があれか、あの反対かといったら、あの、政府がきちっと具体的な情報を出しておられると思えないんです、私は。雑誌や新聞や、あるいは党の勉強会からのご情報であ,情報であってですね、政府から、 これに参加することによって、こういうように国の形が変わっていって、これが国益につながるとか、不利益になるといったことがですね、どうも具体的に示されていなかったと私はそのように思っているんです。で、民主党政権の悪口を言うわけじゃないんですけれども、私は、あの、民主党の政治手法というのは、まあ、大臣に大変恐縮で申し訳ありません。一つは、まず結論ありきですよ。この普天間基地移設の問題にしても、子ども手当の問題にしても、 全部。まあ、日本航空の問題処理なんかは、一点二点三点しましたけれども。で、結論ありきから、スケジュールどうしようか、制度設計どうしようか、財源どうしようかという。で、こういうやり方がね、去年の参議院選挙の格好の標的になったことは確かなんです。国民はみんなわかってるんですよ。TTP も、私はね、その類いだと思ってるんですよ。で、まず、大臣は、 TPP の交渉に、まあ、来月エーペッがありますから、これに参加するお考えが正しいと信じておられますか。枝野経済産業大臣。 あの民主党政権全体としては結論ありきっと受け取られている傾向があるということはあのお真摯に受け止めなければならない一方で先ほど関口先生からはあのあの結論はっきり言わないと <laughs> お叱りを受けたところでございましてまたあのお叱りを受けそうでございますがあ参加のメリットは多々あるというふうに思っております、えー、その一方で国内にさまざまなご意見のある中でですね あのそうしたご意見を踏まえた中で、えー、国として最終的にどういう結論を出すべきかと、まあ、いうことについては、あまさに今あ、鋭意検討しているところでございます、まあ、従いまして、えー、参加をすべきであるかどうかということよりも、今申し上げられるのは、あ交渉に参加をすることのメリットがあるとは、私は認識をしているというのが、今日の段階の答えでございます。末松信介君、まあ、メリットはある とということですねで。ルールメイキングの言葉を使っておられたんですけれどもで9カ国の国々にはそれぞれ特性があるとだから熱心に話し合うことによってやはり理解を進めることによってこの TPP というのは参加してよかったなっていうことになるそのための模索を今やっていかなきゃいけないというお話だったと私は大臣理解してるんですけれどもだったらカナダはこれ乳製品をですね除外してほしいということを言っただけで TPP 参加は拒絶されたんです、交渉について、これについてどう思われます枝野経済産業大臣。まあ,あ,のあまりこの手の話で、家庭の話を申し上げるべきではないのかもしれませんが、あのまさにこれ、国際交渉でございますので、仮に例えば日本が交渉に参加をしたいと言ったときに、 じゃあ、交渉に参加を認めるかどうかとてこれ9か国が決めることでございますので、えー、それから日本が交渉に仮に参加した場合でもじゃあ日本を含めた10か国で交渉がまとまるのかどうかもこれも国際交渉ですからうまくまとまることを目指して参加する場合にはするわけでしょうが。 あのこれもわからないわけでございます、まあ、そうしたことの中で,です、ね、確かにそのカナダの例というのは、あの我が国が一つ参考に、視野に入れて参考にしなければならない例であるというふうに思っておりますが、あのそれはいろんな事情があのいろいろ複雑に絡み合っておりますので、あの各国ともこれだけは絶対譲れんという,ようなことをおっしゃりながら、9か国それぞれ交渉しているという、こういう側面もあるのは間違いないというふうに思っております。政松 あのー、こういう小論文を読んだことあるんですよね、えー、これ以前、外務官僚の頂点を極めた方の小論文なんですけれども、環太平洋の経済圏という,のという構想は、まあ、大平総理、それと大北三郎元外務大臣が考えられて、これが実は APEC へとつながっていったわけでございます。で東アジアジの,の首脳会議、まあ e、もも、ですね、プラスこれは、 まあ中国がある面強く台頭してくる、まあ、悪い言い方ですけれども、牛耳ろうとするこれに対抗して、まあ、この EAS も日本がインドや豪州と引き込んで作ったものであるとで、まあ、日本の外交というのは米国を引き込んで環太平洋やアジア太平洋という枠組みで戦略を立ててこうしたときに成功して東アジアの派遣とか米国の排除 ということを考えたときに必ず失敗してきたという、そういう書き方をしているんですよね。これはおそらく戦前から。